国で一番高い徳島県の剣山へ強力が登っていきます。10月30日この日すでに零下8度、頂上近くでは見事な樹氷が見られました。海抜1955メートル。ここの測候所を人手のいらないロボット測候所にしようと、10月初めから建設中でしたが、風車利用の自家発電機の完成で、いよいよ本式に出発することになりました。この2人の観測員にとっては、これが最後の仕事です。運ばれてきた発電機の据え付け、その電力で毎日6回定期的に風力、気圧、温度を超短波の無電で受信所へ送り、台風の予報などでも一役果たすことになるでしょう。